ニューヨーク州ハート島のポッターズフィールドに埋葬のために掘られたミゾイス渾ン,ン集団群のポッターズフィールドポッターズフィールドとは身元不明者、身寄りのない人、貧困者のための集団墓地である。貧困者の墓、共同墓地とも言う。日本語においては無縁墓地と訳される場合もあるが、ポッターズフィールドに埋葬されるのは必ずしも無縁物であるとは限らない。 ウィリアム・トーマス・スメドレーの絵画、アイカム・ツー・クレーム・マイ・デッド・ポッターズ・フィールドとは、投稿の畑という意味である。これは、新約聖書に由来するものである。マタイによる、福音書27、3から8に、イスカリオテのユダが自殺した後、イエスに対する、裏切りの対価としてユダが受け取った、銀貨30枚によって、エルサレムの祭司たちが、投稿の畑を購入し、 違法人のための埋葬地としたとある。この節で研究されている場所は、伝統的に、ケルダ玉と呼ばれている。アケルダ玉は、品の無の谷の中にあり、かつては陶器を作るための良質で赤みの強い粘土が採取されていた。粘土が採取され尽くした後、その土地は農業にも使えずに放置されていたため、埋葬地として使用されたものと見られ、これが語源とされる。 投稿たちが粘土を掘った穴や溝を埋葬のために使うことができた。マタイによる福音書の続く9から10節にはエレミア書に同様の記載がある旨が書かれている。ただし実際にはこれはゼカリア書からの引用に基づいている。エレミア書32,6から15にも畑を購入する記述があり、これと混同された可能性がある。聖書学者のクレーグ・ブロムバーグは マタイによる福音書27、7の違法人のための埋葬地を買うために、加害者からの賠償金を使ったという記述は、イエスの死によって、違法人を含む世界のすべての人々に対する救いが可能になることの暗示ではないかと示唆している。他の学者は、この節は、違法人を指しているのではなく、エルサレムに住んでいないユダヤ人を指すものだとしている。ありがとうございます。